湖のある静かな町で起きた些細な事件。それはよくある子供同士の喧嘩に見えた。ごめんなさい。みつお、どうした？息子に暴力を振るったんですよね。申し訳ございませんでした。子供より親の面倒の方が大変な時代だからね。こんな学校がいる先生に、こんな先生がいる学校に子供預けられないでしょ。麦野湊君は星川よりって子をいじめてるんですよ。児童のせいにしたら親御さんの怒りに火がつくでしょ。教育委員会に持ち込まれたら学校全体が処分されることになるんです。はい、3番目。その子シングルマザーなんだ。だからでしょ。申し訳ございませんでした。堀先生が言うには、君が麦野君から良くない行為をしばしば。なんで宇宙人と一緒に喋ってるんですか。友達は友達だけどみんなの前で話しかけないで。無実だって知ってるよね。それは分かってるよね。分かってるよ。元気出して。